皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンマスターズポケマスやっていきましょう。今日はですね、今後リリースされる新しいイベントのことと育成の件についてお話ししていこうと思います。まずは育成の件、レベルアップ技スキル習得、結構ねやられてる方多いとは思うんですけど、ここで一つおさらいです。というか私気づかなくてさっき気づきました。技スキル習得のところで、このポケモンキャッチャーみたいなマークがついてると何かしらの習得ができるんですが、このライチさん技4つ持ってるうち全て開けてあるんですけど、ずっとついてて何って思っていたんですが、パッシブスキルを開け忘れておりました。下の方を見ると今技が白くなってるんですが、こっちのパッシブスキル、ここの必要備えは4種類とかあって、数も多いんですけど、これを開けることによって各バディーズで違うパッシブスキルが開けることができます。で、手持ちのキャラで言うと今だとマーマネも開けられるので、ちょっと見てみましょう。ちなみにですね、マーマネちゃんのポッペスリスリ、最近すごく使っているやつです。で、こちらも色が違ったりするので、このあたりも確認必要なんですけど、パッシブスキルはみんな違います。メイちゃんとかもね、こうなってるし、まだ集まってないので、ポケモンキャッチャーみたいなマークついてないんですけど、ついたらまた開けようと思います。で、限界突破についてなんですが、今現在だと今85レベルまでライチさんは限界突破をかけてるんですが、次100までのアイテムがまだ集まってません。で、限界突破なんですけど、冒険の中の一番下のところで開けることができます。このエクストラエリア一番下に機能解放への試練っていうのがあって、もうねされてる方の方が多いと思うんですけど、ここの限界に挑戦しようをすると限界突破っていうのが先ほどのメニューの中に追加になるので、まだやってないなっていう方はぜひ今後のイベントのためにも今からやっていくことをおすすめします。私もですね最初忘れてました。で、現在ですね、メインストーリーは第10章が終わって開幕の物語1まで来ましたので、ここを進めながら今後のイベントについてお話ししていきたいなと思いますので、ご視聴いただけると嬉しいです。はい、ということで今後ですね、イベントが始まるということで公式ホームページにも載っておりました、ポケマスのリリース記念キャンペーンということで、今キャンペーンが始まってるんですけど、9月の3日からはバディーズサーチに星5のグリーン&ビジョットが登場します。で、進めてくるといろんなキャラクター出てくるんですけど、ポケマス始めた方はご存知の通り、一番最初に出会うのがグリーン&ビジョットのこのコンビのバディーズですね。ありがとう。グリーンって言ったら最近だとレッツゴーシリーズにも出てきたし、初代のレッドとグリーンとしてもすごく有名だと思うんですが、このですねグリーン&ピジョットが登場するエピソードイベントが9月の3日から始まります。関東地方のポケモントレーナーのグリーンとピジョットが登場するストーリーのイベントは、名前が頂点へとかけるものということで開催になるんですけども、このイベントの参加条件というのが、今私が進めているメインストーリーの5章をクリアする必要があります。で、まだ5章行ってないなっていう方は、9月の3日のイベントがスタートするまでに5章行っていればイベントの参加条件を満たしますので、ぜひそこまで遊びましょう。で、今回のポケモンマスターズなんですけど、歴代のポケモントレーナーが大集結っていうことで、いろんなバディーズとしてポケモンとトレーナーとたくさん出てきてると思うんですが、一番最初が今回9月3日から始まるグリーンとピジョットのストーリーになります。で、今後ですね、また新しく追加になるバディーズが多くなってくるっていう風な発表もあったので、すごく楽しみです。今回9月3日から始まる関東地方のポケモントレーナーグリーンとピジョットのエピソードイベントの頂点へとかけるものは、9月3日火曜日15時から9月30日の14時59分までの開催期間になってます。で、先ほどもちょっとお話をしたんですけど、メインストーリー5章までクリアしていないと参加できないので、それが参加条件になっているところです。
ちなみになんですけど、バディーズサーチにも星5のグリーン&ピジョットでエバディーズの登場もするんで、そちらを引きたい方はダイヤを貯めておかないとですね、私も貯めておこうと思います。でちなみにリリース記念キャンペーンとして最大で3000個のダイヤが今手に入ることになるので、最大3000個だったら10回分バディーズサーチが行えるようになってます。私ガシャとか引いたんで課金したんですけど、そうじゃなくてもイベント期間、あ、キャンペーンのイベント期間としては10月の17日の14時59分まで3つイベントが今開催されてます。リリース記念のログインボーナスで実施が1つと、記念ミッション、そして記念のプレゼントっていうことで、かなりですね今スペシャルキャンペーン中でダイヤも多くもらえるので、そのあたりを活用して9月3日からのイベントを引くように頑張ろうと思います。あとは今回もなんですけど、ストーリー進めながらだと星、最初めいちゃん5だったし、あ、まあ3とか4とかのねキャラクターのバディーズも仲間にすることができたりとか、あとは初回の報酬としてダイヤももらえるので、進めていけばいくほどちょっとずつ集まってくるものにはなるので、できるだけ引けるように次のイベントに向かって貯めていくつもりです。はい、やるではないか。まあ、とはいうもののですよね、どういう風な攻撃を持ってるのっていうところが気になると思うんですけど、グリーン&ピジョットは全体攻撃が得意なアタッカーとして活躍するそうです。でマルチバトルの挑戦が可能になるキャラなので、クリアしてイベント報酬を獲得することもできるし、まあ、バディーズサーチで仲間にしないと自分のキャラとしては使えないんですけど、お試しっていう感覚でエピソードイベントだと一緒にエバトルをすることもできるそうなので、やってみてどうしようかなって悩む方もいるんじゃないかなと思います。はい、なんて話をしていたらなんか始まりましたね。ちなみになんですけど、メインストーリーは第10章からワールドポケモンマスターズの WPM が始まるようで、ここからもまたエピソードイベント的にメインストーリーは続いていくみたいなので、私もここから最後まで進めていこうと思います。今後もしかしたら後ろ追加もあるかもしれないですよね。あとはなるほどな、エピソードイベントとして今回9月3日から始まるのがグリーン&ピジョットなんですけど、その後誰が出てくるんだろうっていうのもすごく楽しみですね。おめでとう。まあ、9月30日までなので、そこから間を空けずにすぐ始まるのか、ちょっと間が空くのかもまだ今後の発表になると思うので、そこも見ながら遊んでいこうと思います。ちなみになんですが、私はまだやっ手はないんですけど、今後ね、今使っているスマホとか遊んでいるゲームのタブとかのね端末を変えるっていう時のために、任天堂アカウント連動をしておくとデータの引き継ぎが簡単にできるそうなので、まだやってないなっていう方は最初のロビーのところでポリゴンマークから確認ができるので、チェックしてみた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、ここからなんかマルチのポケモン勝負なんで、ちょっと行ってきます。お、終わりました。新しく追加になりましたね。わっ、11章がある。で、ここからまた11章でハウくんが出てる。マーマネがいる。アローラの新星だから、多分これハウくんもらえるんだと思うので頑張ります。で、今回ですね、サンムーン、ウルトラサンムーンの時のトレーナーもたくさん出てきてるし、初期のね、レッド、グリーンも今回でグリーンも出るし、かなり嬉しいんですけど、私はですね、ダイゴに会いたい。あとシロナさんですね、一番最初に仲間になったメイちゃんめっちゃ可愛くって、まあ星5で強いんですけど、進化まだしてないので、今後進化できるポケモンはさせていきながらなんて考えながらなんですが、シロナさんのガブリアスが使いたい。ちなみにですね、ポケモンの進化は冒険の中にあるエピソードイベントを進めていって、アイテムの交換で進化の石をゲットする必要があります。で、進化するかしないかっていうところも図鑑のところからだったかな、確認ができるので、そこから確認すると進化ポケモンなのかどうなのかっていうのも確認が取れます。はい、
で、今後のイベントについて私が今後やっていくことなんですけど、新しいキャラが追加になった時のためにも、あの強化のアイテム集めていくっていうのと、あとはあのメインで使うバディーズと、あとはサブで使いたいバディーズのレベルを上げていく作業をしてます。で、まあそのためにもですね、限界突破とか必要なので、かなりアイテム必要になるので、エキストラエリアの試練とかね、そちらを進めて集めていこうと思います。はい、まあ、マックスレベルまで何体か作れたらいいなと思っています。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!